持って。もう分かった、ゴールド。何？よし。漬けが横に寄ってくれたら私ちっちゃく見えるからいいわ。半袖小僧見た。こんなかしこまった感じでいく？かしこまった感じで行って、最初は私鳥にしてくれる？なんでな。私は私で責任を感じているね。そう。だったらいるべきよ。だからどこまで喋るかやねん。世間で言われてる言葉な。漬けさん最近出なくなったけどクビになったんじゃないとか、漬けさん最近出なくなったけどリュウちゃんの方にいるのかなとか、あーっていうコメントは見た。あー、まあまあそうだよね、当然の反応よな、うん、あれいなくなったけどおるけどなおるけども、皆さんにお知らせがございます。もう砕けていい？この度そんなにね、視聴者の皆さんが思ってるほど深刻な話ではないです。ないよ、私が深刻そうに言ってるだけ。ああ、この度、はい、漬けちゃんが、はい、心マンチャンネルを卒業します。お世話になりました。いや、これでいいって言ったら俺の入りがなくなる。いや、お世話になりました。お世話になりました。いや、でもまあまあまあ、でも言ってもね、まあここの今上がってる動画とか、はい、普段とか、うん、まあ、ゲームとかに、まあ、出なくなるよってだけで。そうやな。喧嘩したとか、うん、仲が悪くなったとか、いうわけではない。はい。ここに座ってるべき女はいなくなったからな。任せたとか言って。だから皆さんが思ってるような感じではないです。うん、特段変わったことはなく、動画には。いなくなる。いなくなります。ぼちぼち個人の動画は配信したりしようかなと思ってるから。うんうんうん、まあ、あったね、チャンネル。まあ表からいなくなるわけではない。だとかスレッズとかね、更新してて反応くれる人もいるから、うん、全然心のチャンネルのメインの動画だけ見てる人たちは、うん、え、あいつどうしたんってなってるだけで、さらにこうもう一段階知ってくれてる人は俺が生きてるのは分かってる。まあ大体一面なんだけど、チーム系のね。そうそうそう、とりあえず卒業っていう形だな。卒業ですね。画面から、ね、画面から卒業します。で、その卒業するにあたり、こう1対1のトークをちょろっと、あー、最後に何か聞いときたいこと、言いときたい、言っときたいこと的な。とりあえず何歳からおる？何歳からおる？なんか動画の企画に人数で、まあまあ若い男でがいるみたいなシュータに言われて、あ、全然面白そうだから行くよっつって、シュータ経由で来たら、ヤンキー夫婦みたいな人たちと、すごいパワフルな子供二人と、みたいなのが、一発目。大学4年だから、22とか、23とか。そうか、から今29やもん。だから、7年、8年、最初の1、2年とかで耳で俺とか集団のこと嫌いだと思って。そう、めっちゃ嫌いだったよ。このクソガキどもみたいな。さあ、ギャーギャー騒いでて。朝早くから夜遅くまでな、コップの中で働いてな、帰ったらな。おんねん。おんねんじゃないよ。呼ばれてんねん、こっちも。こっちも呼ばれてたね、最初。またおるわって。そうそうそう。うるさいねんって思ってた。まあ撮影してたからね。好きよりもな、やっぱり、シュータの方が面白かったな。一人ゲームで椅子取られたぐらいで、もうビービー泣いてたぐらい。もう長い付き合いだね。じゃあ、なりますね。ありがとうございました。いいね。助けになってたら幸いです。硬っ！硬いね。いや、俺からもう一個いい、うん、再婚の予定とかあるんですか？もっとぶっ込むね。いやいやいや、もうここで切っとかないとどこで切んのさ。ゴー君に聞いてもらっていいですか？何？何聞かれるんかと思って。なんか大して聞くことないじゃん。大体知ってるしさ。そういう時期も。いや、ないです。マジでね、YouTube はね、意外と出会いがない。好きですって言ってくれる視聴者さんはたくさんいるんだけど、全くないから。意外とない。ないな。そして俺遊ぶ女の友達ってもう奥さんとかが多い。 LINE する女の人って本当に数人いるんだけど、ま、全員奥さん見てる見てるらしいから、いい人紹介してあげてください。はいはい、次のターンいきます。こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、お久しぶりです。最近お友達とは仲良くしてる？いつも仲良くできてる？どうした？ちなみに漬けさんさ、最近こんかったんや。で、これからも正直あんまりこんくなるけど、ナナが北海道遊びに来るとか、旅行先にはめっちゃいいからな。美味しいもんあるし。まあまあ、ナナの懇談はこれからも大丈夫やろ。もうあかんかったら、漬けさんと漬けママに連絡して、ちょっと、ナナ杯一週間預かってください。修行だな、そうなったら。何を？修行。寒いとこで時に打たれて、修行。アクシデントで。ちょうど。これは、どうする？今開けてみていい？それとも家帰ってから開けた方がいい？家帰ってから。家帰ってから。ありがとう。終了ですか？終了ですか？まあまあまあ。
7は大丈夫でしょう。頑張ってください。心くんとか会ってきてください。はい、7頑張ってください。ももちゃんとは喋った。うん。クソ坊主来い。どうもこんにちは。どうもこんにちは。いろいろさ、ちょっと前まではさ、問題児やったよ。あ、あんまなくなったで。大丈夫ありそうだな。うん、あげる。帰って読んで。帰って読むの前も帰る。静かにこう、ここで、あの、音読しなかった。うん。あのさ、お前さ、紙の大きさ考えて、あの、折れてる、ここにしか文字書いてないから。ここ。めちゃ透けてる。ここ。ここにしか書いてない。やめてって。やめて。やめて。なんで喧嘩するの？文字は読める文字を書いてる。おいおいおい。けど、あまりにもひらがなすぎん。あれ、成績表は？あ、成績表ある。それは大事よ。それ持ってこいって言ったよ。前よりはいい。前より。図工やっぱ盗んだ。あ、ほんまや。ズケさんもこれはね、7得意だと思ってるわ。これ。思いやり、協力、相手の気持ちや立場を理解し、仲良く助け合う。え、そんなんあるの？心にないだけやもんな。頑張ってください。図工すごいよね。図工はもう。あ、どういえ。空教科は見んでいいよ。数学なんで4なん？テスト点数良かったやろ？なくしたテスト。お前、授業中鼻くそほじってるんじゃないか？そんなんしてない。ただ単にノートにポイントちゃんと貼り付けてないだけで。やれよ。とかコンパス忘れとか上下複雑とかやな。そんなクソみたいな理由で4にされとん。それと字が汚い。0点って何したら0点になるの？どうやったら、0点の取り方教えてほしいわ。同面やったらもう0点になる。やばすぎん？うん。やばい。正解。やばいよ。え、どうするん？え、やばくない？うん、やばい。住民来たらどうこうみたいな話したけどさ、うん、ほら無理やわ。賢くなってから来て。で、賢くなったら教えて。賢くなるかも。いや、賢いっていうのは、オール5を取れっていう意味じゃなくて、まあ学校で問題行動を起こさないのと、成績が少なくても全部3を取る。自然学校で北海道って出へんのかな？自然学校は無理ちゃうかな。ありがとうじゃなくて、ありがとうじゃ。俺言われとんぞ !SSL やなり兄の。最悪や。もう、とかって言ってくる妹がゲットして。お前が、その言葉を誰が教えたんや。誰やろうな、多分よ、もう、よ、よ、始まって。人のせいにしてんじゃねえ。あの、親身タイプでいく？おふざけでいく？いや、無理やろ、もう。おふざけでどうぞ！じゃあ、語尾に名のだおをつけてな。は？俺も？悲しい名のだお。あれはもうゲラやからしょ。君ねは最初なんか、言いたいことと思い出となんとかとか言ってたけど、だいたい知ってるしな、みたいな、うん。こう、これが出てきたということはさ、あれについての話も必要なわけで。語尾ににゃんつけて。わからないにゃん。わからないにゃん。もう私喋りたくないねん。私から連絡してないやんか、つけさんに。あ、俺にね、うん、あの、連絡しづらいっていう気持ちがあったわけよ、やっぱり。なんでにゃん。あんまり気にしてないやん。だけしょうがないことだにゃん。あっちは喋ってる？まあぼっちぼっち聞いてて、ここ1週間ぐらいはもうない。なんとづけママにも連絡してません。あ、いいんじゃない？よくないやろ。なんでだ。あ、間違え、なんでにゃん。間違った。監督もにゃんやめていいですか？ダメですね。ああ、やりますね。え、にゃんやめるんやったら、うんだにしてる。いやー、にゃんの方がいいわ、じゃあ。ズケママに連絡してないんだ。にゃん。別に、なんか。いや、大変お世話になっておりますので。ああ。逆に。じゃあ、思い出トークに行きましょう。あ、なんか、スゴロクをやったんが、あの、初めてプレゼンツだったんじゃないかな。案件とかね。案件だよ。うん、そうそう。案件の動画って結構口出してるんだけど、実は。うん、そう。めっちゃ、構成案とかめっちゃ、めちゃめちゃ言ってる。それのアングルとか、長時間撮影してくれとる。なんかその辺かな、結局。それは視聴者さんが知らないとこやな。ウームのさ、箱でさ。ああ、助走してきたな。そう。あれとかも、そうや。お客さんっていうかファンの人呼んでやるイベントみたいな。あんなんとかも結局、YouTuber じゃなかったらできないこととか、うん、まあ、芸能系じゃないとできないこと。これ思い出はそんな感じかな。助走してきたな。そうやね。あの、どこでメイクとかしていいか分かんないから、神戸空港から助走できてるから。まあ思い出話というか、まあまあまあ、心マンチャンネルに何かがない限りは別に俺から消してくれとかはないから。あの、なんか一言ください。一言な。ああ。事情を知ってる身からして、うん、なんか、その厳しくても甘くても何でもいいからアドバイスをください。アドバイス？はい。一つだね。はい。一つってか、根本的な。はい。抱えすぎない。あ、はい。
一人でできることに限度があります。抱えすぎないように、まあ、ママちゃんに言ったりおとんに言ったり、心を思わぬ言葉が勝手に、まあ、任すというか、これは自分でやりみたいな、ナナハにもこれはナナハできるからちょっと自分でやっといてみたいな、自分で抱えすぎない、はい、何でもかんでも自分でやりたい人だから、マジでそれのせいでこう気分が落ち込んだり疲れすぎちゃったりするから、マジで抱えすぎないです。はい、思わぬ言葉が出てきた。なんでだよ。何言われると思ったんだよ。見てる人で思ってる人めっちゃいると思う。え、ヒカルちゃん無理しすぎてない？みたいな。それ任せちゃうよ。いや、正直な、そのビミネの次に頼りやすいのがズケさんやってるな。ああ、いやけど俺がさ、めっちゃ言ってくるからさ、ビビっとるやん。うん、なんかあんまり言いすぎれんというか、自分も悪いとこがちょっとでもあったら絶対言わんから、その辺とかを、まあ、自分がちょっとでも悪くても、まあ、今後はね、その耳に言ったりとか、音に言ったりとか、してった方がいいと思うよ。ヒカルそれ悪いわって言われても、任せないと、しんどいよ。今、だってさ、この状況的にさ、崩れたら子供らは自分で見なきゃいけないよ、二人とも。だったら、もうちょっと自分の健康というか、その、はい、心の余裕もそうだし、ストレス発散に、ちょっと暴飲暴食しちゃうとかさ、いろいろありよ。暴飲暴食します。今から頑張ってください。ズケさんがおらんくなるというか、はい、まあ、出れんくなるってなった時に、うん、なった日にさ、うん、涙止まらんくてさ、止めて電源消し消してきた。止まらんからもうしょうがなくて、笑いながらもう涙止まらんわって言って出てきて、で慰めてくれて、うん、何くれたと思う？たまごっち世話しとけって卵ちゃんされてた。おい、ママ大号泣しながらピコピコピコまあ別のこと考えてた方がいいっていう優しさかもしれないけど。はい、送別会に行きましょう。忘年会っていうか、忘年会、まあ送別会でいいんじゃない、送る別れの会だから。ありがとうございます。いえいえ、7年間じゃあ送別会に行きましょう。はい、行きましょう。はい、送別会忘年会だから送る紹介開始します。バイバイ。じゃあ、あの、ゴザレゴビールー、ズケさん今までありがとうと、はい、今年もお疲れ様です。忘年会です。はい、お疲れ。待って、おとんから乾杯なんです。はい、これから、うん、どっちもみんなで競りに行こう。いいね、いいね。おー、俺から行かない。みんなで行こう。おお、乾杯。お疲れ。ここら、ここらで、ここらあまりの下すぎて。こちら、千万円です。あ、私も欲しいな。うわ、白で肉この飯テロ、すいません。忘年会といえば飯テロ。作業中がありがとうございます。僕お疲れ。皆さん、あとは頑張ってください。めっちゃ軽い。ズケさんも頑張ってください。ごちそうさまです。ごちそうさまです。